すみ。神王が決する日にまた一日近づく。さあいよいよ本年のモンタリオ聖教祭が始まります。まずはオーデン陛下よりお言葉を賜ります。フォーデンのやつ、槍を持ったままか。今日は神に感謝を捧げる特別な一日。しかしその前に皆へ提案がある。王族殺しの類なき今、信託の大半は私が預かっている。ましてや王の魔法を破る神器すら我が手にある。今後は無益な争いを繰り返すより、新たな国家のため皆で建設的な議論を行っていくべきではないだろうか。ここからは競争じゃなくて話し合いにするってこと？けどまだ勝負は。いや、もういいんじゃないか。支持は圧倒的だし、このままフォーデンさんを王様にしてまとまった方が。まさかこの場で競技会を終わらせるつもりか？それ勝ち逃げじゃない、主催者のくせに。でも王座はこの大会で決まるわけじゃん。それはフォーデンがルイと競っていた時の話だ。この一人勝ちで今終わりにされたら巻き返すのは無理だ。おい、まだ勝負は終わってねえだろ。この野郎、調子ぶっこきやがって。判断するのはあくまでも国民の意思。とは言っても早めの降伏を推奨する。このままフォーデン様が王に、それなら国も安泰だ。フォーデン陛下万歳。フォーデン陛下万歳。勝利宣言でもされてみる。本当にフォーデンの牙城は崩せなくなる。行くぞ、槍を取り返す。今か、気は確かか。あんな風に本人が手に持ってるんじゃすり替えなんて無理だ。強引に取り返すしかない。やるしかない。致し方なしか。やはり槍を狙っていたか、とんだ忠義者たちを。他の候補者まで殺そうというのか。この人、なんて乱れたマグラを帯びているの。気持ち悪い。この異教の娘が、汚れた暗殺者どもめ、私利私欲で槍を奪おうなど、これ以上は王国への反逆である。暗殺者、それはお互い様じゃないのか。あの晩、王子殿下を襲った黒幕はあんたじゃないのか。その罪をルイに着せ王宮から追放した、違うか。根拠もなしに何を言うかと思えば。根拠でしたら根拠を申し上げましょうか。今さらそんな話がどうだというのだ。王家は滅び、ルイも死んだ。今や王はこのフォーデンを置いて他にない。貴様フォーデン様が黒幕だと。馬鹿を言うな。大教師様がそんなことするわけがない。フォーデン陛下、府中の輩に天罰を。神器の槍で狼藉者におさなきゃ。見てみよ、信徒たちが望んでおる。従わぬ者は処刑せよ。ルイを殺し王に押し上げてくれたこと、大義だ。兄貴、なんだお前、どうなってんだ。王子の呪いだかは解けたんじゃ。解けてなかったってことさ。
王子殺しは最初から俺を何だお前は。何者だ。祭りには見せ物が必要だろう。会いに来てやったぞフォーデン。ルイ、バカな、貴様は確かに死んだはず。だが同じことよ。自ら死にに現れるとはな。この死に損ない目が今度こそ迷わず冥府へ送ってくれる。神罰を受けるがよい。うえな、なぜだ。罰は貴様に下ったようだ。なんだと。その槍は貴様と同じまがいもの。本物はここだ。わかったな、ルイ。そんな、バカな。誰も何も見てはおらん。祝祭は中止、中止だ。兄貴、ルイ様が生きてる。どうなってるんだ。民衆よ、聞いていたであろう。フォーデンこそが王子やん。私に罪を着せ、玉座を奪おうとしたゆえ天罰を与えた。汚れた大教主など王にふさわしいはずもない。どうした、言葉も出ないようだ。死んでいなかった。そういうことになる。なぜだ。なぜ生きてる。フォーデンでした。お前はゾルバ。大聖堂で死人どもに命じておいたのだよ。有事の際に私の体を運び出せ。いずれフォーデンは排除する予定だった。その足がかりとして潜り込ませていた。バカな。いや、その通りだ。このルイを相手に見事だった。人体と臓腑は私の得意分野だ。傷は深くとも、そこで一計を案じた。その後ルイ様は一晩ゆっくりと待った。すぐに顔を見せてもよかったが、せっかくの余興だ。なぜあなたたちが本物の槍を。槍、巡りの悪い連中だ。そう、気づかれていたのか。いや、ゾルバを仕留め損なった時から。特別な槍の一つや二つ手下が得たからなんだというのだ。死んだならこのルイもその程度であったという。信じられるのは常に己の力のみだ。危険を全て承知で。私からも聞こう。お前たちは私からだから殺すことにこだわったのである。それはすなわち、だからこそ競技会の最中に私を狙った。生きてるのだな、賢き王子殿下。王子はどこに。
を狙っているのか。そんな、やめろ、巻き込むな。選ぶった老人どもは我先に逃げ、子供が残されている。これが聖教。いかん、やる気だ。ダメ。どいてろ。かばうどんな価値がある。そうだけど、さすがにこれは違うだろう、ルイ様。そう、お前たちでもこうなるか。人生がマシになる、そう思ってた兄貴。けどさ、弱いやつ切り捨てて、どうやって誰かを守るんだ。俺だってどっか悪かったな。兄貴、もう喋んな。田舎で店ありかもな。好き歌で聞きながら志麻さん、なんと愚かしい兄弟愛ではないか。ルイ様、あんたいつもそうだ。そこに生まれは関係ねえ、公平だ。本当に強い奴が上に立てばくだらん。けど違う、あんたは夢なんかじゃない。あんたはよ、平気なんだよ。あんたは俺たちが、ルイ様のお手を煩わせるまでもない。こっちだ。構うな、お前には十。おい、下下を殺めた下手人どもを取る。やったのは私らじゃないけど、これ。うるせえよ。無駄死になんて許しません。お兄さんを置いて。くそ。よし。
一応無事お墓本当はもっとアルタベリーだからな。騒ぎから逃げてきたばかりだからな。故郷で弔ってあげたかったわね。よりによってガリパス族の見送りは本当はもっと平気っすよ。ついこの間まで軍属だったんだ。ジュナさんにいてもらえただけで。バジリオ、今はそっとしておくしかあるまい。ところで遠見の鏡は確認したか。残念だけど溶けてなかった。だがフォーデンは黒幕であることを完全に認めていた。フォーデンに指示されて。てかその心配ばっかでいいのか。お里は深い森の奥だし、そう簡単に見つかる場所じゃないわ。ですが真犯人姉さんにもう一度会って、動き出すのは明日からにしましょう。ったく、だらしないな。生きてんのか。まさかルイみてえな。バジリオ、悪い。こっから。なんでだよ。何言ってんだ。バジリオ、弱い奴らを守って。兄貴。そんな顔するな。聞かせてくれよ、バジリオ。お前の決意をさ。何ぞ喪失に惑う人に憂いを抱える旅人よ。立ち止まることをあなたは歩み出した。道を選ぶためです。選ぶ。また一から追いかけるだろう。兄貴の城、兄貴に託された俺が引き継いだ。ありがとう。気高き別れを選びし人よ。これよりは恐れも不安もあなたの光なり。何時王道を照らす輝ける星よ、目覚めなさい。
そう捨てたもんでもないみたいだぜ。ありがとな。なんということだ。何なんだあの槍は。しかも偽物のごとく買う。さすがに何か策がいるでしょう。速やかに後継を立てるほか。連れてまいり。お呼びでしょうか。レーラ、お前に頼みが。この娘、大きは確かか。あれ、現実を見よ。強いかどうかで。レーラ、お前はどうなんだ。とも、あのレーラよ、賢いお前ならばわかるであろう。民に寄り添う政治、もとより女王にと望む声も少なく、あの無論我々も全面的に支援する。次戦も当然そなたに有利な条件となるよう計らおう。それおい、えらいことになった。フォーデンの後釜、誰が出んのかと思ったら。フォーデンの弔いも済んでおらんのに後継ぎ。なりふり構わなくなってきたな。けどよ、あのレラ様が自分の意志でルイに勝って女王にって話。いや、自分の意志なわけないから。操り人形にされようとしているんでしょう。まいったわね。けどつまり今日。まずいな、この速さは問題だ。ルイだけじゃなく聖教まで持ち直して王子を玉座へ戻すには。確かにな、ルイとレラ、王家とのゆかりの殿下自身も支持争いに勝たねば。それにそもそも殿下の存命がルイにし難問だら。要人を守る方法なんざ一つだろう。軍が昔から影武者を立てんだよ。お前、王子に似てんじゃなかったな。彼が王子のふりするってこと？さすがに無茶よ。王族を語るなんて司祭じゃない。バレなければいいぞ。あんたはまたき。さすが兄貴も認めたクソ度胸だ。まあ心配いらねえだろう。待て、よく考えろ。こいつはエルダ族なんだぞ。王家は。それなんだが、実は本物の王子殿下にクレマールの角がないのは個人差ではなく、エルダ族の。私もはっきり聞かされたことはない。なんで。つまりあえてエルダ族が王子を名乗り、本物のこの騎士が追認することで権力者にももしやと思わせる迫力が出るわけか。もちろん影武者本人に覚悟がなければとてもでき。今更。まったく。覚悟は受け取った。まいど。よし、なら明日。よし、こいつはピッカッ。例のやつ、そろそろ気合い入れて仕上げるか。
よし。新しい技覚えたぜ。
っても。任せとけ。神王が決する日にまた一日近づく。見ろ、例の少年候補だ。ルイを殺すために裏切っていたとかなんとか。え、殺されたのはオーデン様でしょ。そうだが、正直何が何やら。ユルダ族め、やはり災いを招く種族ということか。俺たちにどういう評判が立つかは読めなかったが、思ったより悪目立ちしてるな。王子殿下の名を出せばか。そう信じる。レーラ様が来たぞ。皆さん、混乱の中来ていただき、本日お集まりいただいたのは恐れ多いことですが、尊き聖女様が上位あとするとか、途中参加なの。ルイという王に選ばれる条件はこの競技会に勝つことじゃないからな。光栄。すごい。この場所からでもとても大きな。これは光栄。エラ、そんな、私は生涯をかけ。ギド様、おっしゃることは分かります。お集まりの処刑、国が乱れてからでは取り返しがつか。どうなんだな。あいつ地味なんだよな。というか、フォーデン様が王子様を殺したとかいう処刑。あの凱旋者、相変わらず。一体うちはもめに忙しいお前たちに代わり、正しい民はもう気づいている。こんな催しは王もお前たちも。なぜ人々に、この世には力に頼らぬ賢い分かち合いの。そろそろ認めてもいいだろう。ふさわしいのは実力の勝負。実力、試合を解禁しようだ。試合を解禁？まさか王の魔法でも解くつ。王よ、すでに見たであろ。槍は我が手にある。このままならば、この世に神がいるなどと。どういうつもりだ。あやつ、勝ち取っていないものは自分の取り分じゃねえのさ。あれがルイ、どん底這いつくばってる時にあれを語られるとよ。嘘も矛盾も全く許さねえなんてやつ。ルイ・グイアベル、やつに。そうは言っても。じゃあフォーデン様だけじゃなく、レラー様。皆さん、たとえこのままルイ一人だけが力を持つことになった、とえ国が無法の地となっても、レラー様。さすがはフォーデンに飼われていたのだし。ただ、さあ王よ、分かっただろう。求められているのは真に。あくまで力で王位を得るとするか。喋ったぞ。大聖堂以来か。フォーデンの死で私の指示は陰ったか。分かるであろう。愚かな競争ごっこの間にも、世には怪物や不安がはびこらんとしている。もはや闘争の時代だ。貴様は止められなかった。愚かな王に代わり、私が公平な世界を取り戻してやる。なるほど、
もはや力を否定せぬ者ばかりだ。よかろう。今より火の魔法を解くものとする。今の光、候補者を包んでいたマグラの、これでこの槍も。聖教の迷い子どもよ。そんな、王子の仇はこの類ではなかった。ようやく瀕死の病人を玉座につかせるなど馬鹿げた未練。叶いも理想を捨てて何が叶う。ルイ、お前、なぜなら正当な王。我らの候補者として立っている彼、身に受けた呪いの真空を押して悪を討つために立たれた。王子殿下は王子殿下。その通り。だからこそです。殿下本人と真に面識があるもの。確かに否定はできませんね。レラ、ルイさん、私は王子殿下のお体を実際に診療したので分かります。王子殿下にはエルダ族の血が流れておいでで。王子様は、そんなこの私とレラの面前で強胆なことよ。確かにいいだ。それぞれくだらん理想とやらの、信徒の前で。今の姉さん。お集まりの皆さんですが、ご安心ください。そうよ、メラ様な。メラ様、気をつけてください。マグラを感じます。姉さん、取り除いてあげるよ。恐れや不安をフォーデン様は聖教を搾取の道具にしていたの。でもだからって聖教は、神はいない。自分の力で自由に。レラ様、あんた。私はだからって恐れや不安を魔法で抜き取って、この国が、あなたたちこそ私に正義を問え。本物はもう虫の息でしょ。前に教えたでしょ、王子の呪いは術師。
あなたが殿下を治療な。あら、伝わらなかった？いけません！魔法が巡らす。あなたすごいわね。嘘。そうよ。だからまだ少年だったルイの犯行にただ死の呪いのはずが邪魔されて不完全にかかってしまう。特には聖教を背負った者として王爵ジュナ、思い出深いあの場所で待っているわ。無事に町から出すものか。おい、やつら最新車を出してきやがる気だ。乗り心地、落ちなくても死ぬまであるなって思ってた。ひでえ言われ。あの小さく見えるのが街、あんなに狭いのか。はぁ、あ、ヒヤヒヤだった。無事飛んだからよかったけど。やってくれると信じてた。隊長さんのクソ度胸の賜物だな。正直それですぐにでもレラ様を、レラを追うべきだ。殿下に残された時間は。彼女が言い残した聖教、多分魔法学院だわ今は。なんと、途中で飛び出しちゃったと。王立魔法学院。ジュナさん、学院にいた頃のレラ様どんな子。そんなわけない。気づいてなかっただけなのかな。もし姉さんがおとなしくフォーデンの後を継ぐだけのつもりなら協力し合えるかもって思って。
後釜と言ったって、姉さんはフォーデンとは違う。誰かを傷つけたいなんて絶対思ってないんだから。そう思ってたのに。なら一刻も早く行くしかねえ。場所も分かったんだ。今言ったこと全部本人にぶつけりゃいいっすよ。拙者たちに異論はないが、お主の覚悟も聞かせてくれ。間違いなく犯人なら撃たねばならん。息の根を止めることになる。ああ、ジュナ、ここにの、それだけは嫌。もしも、もしも土壇場。ジュナさん、どうした？あ、いえ、そういうわけじゃ。ごめんなさい。私もよく知らないわ。ただこの山にドラゴンがいるからなんて噂を聞いたことがある。ドラゴン、つまり竜神様のような。竜神様がマグラになって槍に吸収されるのを見たでしょう。ドラゴンは見た目は怪物でも生物とは違う。失われた世界を今に伝える証明。その研究のためにレラはなぜ聖教に。自分の居場所をめちゃくちゃにされて。そう、実家のシグナス家は聖教の養殖を代々出してるすごい家なのよ。姉さん、そういう定めを彼女はどう思った。そんなわけ。聞いてみましょう。これはこんな距離からも。いよいよ近づいてきた。王立魔法学院跡地、今や佇まいとも呼べぬ残骸を晒すばかりの有様が雪雲の隙間に覗く。山麓に開けた平原に凱旋者は降り立ち、新雪の最初の足跡をうがつ。皆静かに、しかし確かに感じていた。降り立てばきっと聖女レラが待っている。かつての学び屋を背にして。あれが魔法学院。待っていたわ。要件は言うまでもないな。姉さん、せめて教えて。
あなたらしい思い上がりだわ、ジュナ。上流貴族のシグナスケが社会貢献を印象づけるためだけに気まぐれに拾ってきた、そんなあなたが長女の…そう、このジュアニ・シグナス、一秒…姉さんが…何を言うかと思えば、フォーデンは死んでいて、何か事情が…俺も正直信じがたい。王族殺しなど命より大事。そうか。は？私のため？どういう妄想？姉さん、そんな、私、そんなことって。そうだとしても、顔一生見ると、あなたは今第2位です。もうルイとの決戦にだけ備えて身を隠していれば。なぜここへ招いたかですって。ルイを退けた者は王座を得るでしょう。でもあなたたちは朝ゆえに好かれず、行き場を失って信仰に至る人たち。受け止めるつもりです。まあ、王となるなら愚かで好まれざる者。この気配。そう、ドラゴンが強大なのは人が。強国の竜神ソグ、弱さや愚かさが悪く。姉さん、リゼ、あんた、さあ強国のソグネ、戦うしかないのね。行きます。やるしかないわ。召喚、後方へ下がる。距離を詰める覚悟はいいか。叩き切る。試させてもらえ。その力、違う、連携しよう。もっといい手が。いや、行くぞ。燃えろ、死のダークナイト。いや、距離を取る。英霊の力を。その程度か。集中、考えに。アマナ先生、出番です。交代する。前に出るぞ。侍、受けていく。自由加減はしない。炎よ、弱き者を守る力、見せてみなさい。とどろけ。やらせない。これではないですね。点がわからない。いろいろ試すしかないかな。サマナ、召喚。これはダメなの？聞いてないの？シュルキャベル、サムライ、攻撃力がすごく下がってるよ。私の力、助かったよ。感謝します。恩に着る。私だって来たれよ。聖者、いけないの？
貴族として任せた。じい加減はしたい。燃えろ。やらせない。さて、どうするか。先に頼む。力を貸して。もっと行くぞ。炎よ。すぐにダークナイト。何時の力を示せ。やめておく。ダークナイト。突破する。まだ耐えるか。私だって。召喚。見なさい。燃えろ。効かない。敵が無効化された。シルケンベルグ。シノ頼んだ。サムだ。来たね。さすが、私なんかより。姉さん、ソグネ。こんな力を自分に負け与えたの？最善を。悪はただ。切り捨てる。しまった。よく止まって。王者の魂をここに。炎よ、避けられた。しっかりしてよ隊長。みんな無事か。我が正義にかけて。そうじゃない。お力を貸して。ゾール発火。燃えろ。弱点に命中。状況を確認する。無駄。ダークナイト。死なせはしない。助かったよ。ありがとうございます。オンに切る。行きます。先生、出番です。ユーマの攻撃が出て。秘書とは言えませんね。どうぞ。ちょっと寒い。起きてたら。凍えそうだ。これならまだやれる。シュルケンベルグの体力を連携しよう。よく炎よ。拙者の番か。皆さん参戦。このサムだ。来たり。やった。ユーマの攻撃が弱点にね。どうするか。一旦引かせてくれ。
ソウルハッカー燃えろ。間を詰める、合わせてくれ。クエン私だって。先生、出番です。ユーバー、しっかり。ユーバー、耐えされた。誰か助けてあげて。ユーバーが倒れたら殺して助けてあげて。ちょっと強すぎるかな。これで行くわよ。これから挽回します。会長が登場に。ここいる王者の魂よ。ここに炎よ。王者の力よ。マーよ、これぞ我らが引き。冷静マイル、合わせてくれ。お願いします。多分使いたい。召喚ユーバの攻撃が弱点に命中。ボール。時間じゃない。不甲斐なし。誰か手当てを。ハイザメが戦闘服。真っ黒なんだ。遅れてみない？バーンと使いましょう。倍にしてのしをつけて返す。ここいる。誰か回復できないの？これが特撮だ。サマナ先生、手間出てるの。ユーバの体力が少ない。誰か回復できた。ユーバが倒された。今、死ぬ。誰か助けてあげて。ユーバが倒れてる。助けてあげて。これがいいわね。これから挽回します。あなたたち、よし、成長。やっと力がついた気がします。見事ね、レラ。すまないわ。私が魔法をかけた信徒たちのことなら心配いらない。その犬、待ってくれ姉さん。12歳だったのよ。冷静に人たちが、自分は歌で運命を変えて。シグナスの家に生まれた私には、そんなあなたがとても眩しく見えた。あなたに夢を見たの。やめて今その話。私、姉さんに何も。あなたは自由の使徒。王子殿下を殺害？そんなこと、お気は確かですか？シグナスの一族が長年高官に取り立てられているわけはお前も知っている。この類の仕事は一族の皆がしてきたこと。お前の父親も司会だ。しかし王が連れてきた汚らわしい烙印、このままではおまけに。ルイとかいう聖教にまるで敬意を持たぬ青二歳が、この上は烙印の子を産む。だがルイの仕業に見せかけるには王の心は弱り、もはや連合王国を束ねる国が乱れかねん。ですがお前には血のつながらぬ妹も。ジュナに何を。レライ、お前もいずれは。それとも
今宵の判断。シグナスは汚れた名家よ。そんな中に現れたあなたは、姉さん、せめて。なるほど。聖女、あなたは昔あなたたちがルイの設計図を持って、いつか誰かが聞きに来るかもと考えてはいたけど、だからあれ以来あなたにずっと、あなたなら私が望む力を。あなたがの、ルイはあなたが思っている以上に、殿下襲撃の後疑いが忘れもしない、異常なほどの迷い、国中にあふれる人間、人間であふれかえる世界、どういう、詳しくはわからない、でもルイは、そういうことか。お、だからドラゴンまで呼び出して試したんだな。あなたたちは、姉さん、じゃあ最後の仕上げにどうするの。アルタベリーに集う大勢の信徒に、あとはこの神、信徒の皆さん。なんだ、あ、声、驚かせるようなことをしてごめんなさい。聖女レラ様か、ま、王子であると名乗った少年の候補、そして今、今こそ皆さんに殿下の暗殺を企んだのは噂の通り、私がそう言い切れるのは私こそ。しかし幸い殿下は秘密裏にお城を逃れ、長年の本当に宝殿様が死亡者だ。信徒たちを、くそレラめ、宝殿はすでに行いの無罪の倉庫となり下がり、ですが信徒の皆さん、殿下ならば我ら迷える、信徒の皆さんが信じれば正しきよ。レラ様、クソ、俺も、私が信じた、何を頼りにか、私も。ジュナさん、信徒たちもきっと悲しむでしょうね。こんな、本当は、私の命は呪いに蝕まれていて残りわずか、この後に及んで殺してもらおうなんて虫が良すぎたわね。ジュナのこと、この国のこと、頼むよ。
味を合わせたく、ただ償いに逃げたかったわけじゃ。そうだな、何しろまさしく信じる者を助け導かんとする者は正義。信徒の方々の多くは頭でっかちで小理性で偏見ぶれた一族の庭に、そんなあなただから託されたし、そう、姉さんが託してくれた聖教の信徒が推す候補者は。確かにな、さすがに全員味方にはならんだろう。レラ様に救ってもらったこの命、俺も。聖女レラとは、仮に生きて戻られたとしても王族殺しを。それより聞いたか、王様の本当の子供がルイを討つために。皆さん、しばしお耳を。正直これが読まれているならば、レラはもはや玉座に他のすべての無名なる者よ。敗北を受け入れ、このルイか少年か。俺、つまり果たししようって意味じゃないか。なれば、前王の来たる9月の24日、私は王都の大聖堂前にて歌劇場で交わした戦いと同じく、獲物も頭以上がルイ。すっげえ、やっルイ様が最強よ。自称ルイって人に勝った。王様か、うちの人が前に言ってたっけね。玉座を狙ってる男に挑めば玉座への道を掌握され。バカな、レナ。あやつ、ここではそう。まだだ。さて、今さら聞けば造兵団長の義堂も、ルイと少年どちらが勝っても我ら。ルイが王座につくよう泥臭くとも考えるのです。いいよね。なるほどな、ようやっと王子殿下を救えたのは大金星だ。お前さん。ええ。ごめんなさい、託されたんだから。そうか、わかった。ああ、ルイもそう読んで目を引く。もう先手を打たれたみてえだ。実はルイのやつ、果たし状を叩きつけてきやがったらしい。今度こそ大勢の見てる前で白く、向こうも準備してくんなら。
苦の手。ルイは人間をただぼさっと借り回ってるわけじゃねえ。こいつは噂だが、何か得体の知れないやべえ魔法。得体の知れない眉唾って思ってたけどよ。実際確かにな。前の戦いでは手を同じ相手と思っていたら負ける。ルイの指定した期日までまだ時間。おお。いや。ああ。そうだな。すみません。じゃあ。以前僕が自分が今世界のどこにいるの。でも君らは世界。そうか、弾圧で閉鎖されて。ああ、僕はかつて。それも。ところがだ、あそこで君らに何があったかは見ていた。あれがもしすぐ。しかし魔法学院と別の場所と。僕がアーキタイプの解明に。もしかするとアーキタイプの追求こどのみち君らも引き続き期待して。神王が決する日にまた一日近づく。ついに来たか。